ジャッカルハイボール研究所です。今日はエヴァン・ウィリアムズ1783というやつ、これでハイボールしようかなと思います。自分のなんてね、これでグラスが430なんで、45ぐらいでいきます。だいたいグラスの容量のちょうど10分の1ですね。ちょうど良いかと。なんでこれ430、普段290使ってるんですけれど、今日の残りの炭酸ね、まあこの後お客さんが来ないとして想定して、これ、ロスにならないようにっていう感じでやっとるわけです。あ、これ捨てやしたんかな。氷が、下に大きめのんが1個と上に小さめのが 2個なんで、くぐるときにある程度冷やされたかっていうもんで、ステア少なめにしました。ちょうどか、だいたいぴったり。もうちょっと炭酸少ない方がいいかもしれないですけど、まあそんなもんかしら。はい、それではグラスはジャックダニエルですけどね、はい、皆さんお疲れ様です。バーボンっていう感じしますね。ちょっとこれ優しめのバーボンかな。氷はもう全然たっぷりあるから、明日の買い出しは炭酸ぐらいかな。生ハムも凍ったしね。でも稼ぎ少なかったから、もういろいろ仕入れる余裕もないけれど、明日は花金、日付はもう今日になっておりますが、明日は稼ぎたいな。せやないと住民税というか、お店の家賃にやら光熱費、家の家賃と光熱費でも危ないけれど、その上に住民税がね、去年は公務員扱いやったから、まともな収入があった分だけ怖いな。住民税払わんかったらどうなるんやろ。差し押さえってなのかな。いろいろ相談しみなあかんな。
で割った氷はうまい。はあ、あとまだ20分ちょいあるな。どう過ごそう。お勉強でもしようかな。ごちそうさん。じゃあまた。